はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさぎです。お久しぶりでございます。今日も楽しくドラゴンクエスト8を実況プレイ始めていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。というわけでですね、前回フォークとユッケのねイベントを無事クリアしまして、このねベルガラックのカジノがオープンいたしましたね。結構ね遊びました。なかなかね毎回楽しませてもらってるんでね、結構ボロ儲けさせていただいてね、ここで。この、いろいろあるんですけど、このカジノ。こういうビンゴゲームとか、あとスロットですね。スロットがあったりとか、ね、こういうルーレットもありましたり、いろいろやって。まあ、とりあえずこのね、100コインの、このスロット。これでね、ちょっと遊びまして、なかなかね、コイン稼げましたので、今日はそれの、換金したいと思います。換金っていうのかな。とりあえず、商品と交換したいと思います。はい、現在、1、10、100、1000万、10万、40万、3700万円持っておりますので、こちらを景品と交換したいと思います。今回狙っていますのはですね、まずこのグリンガムの鞭ですね。これはゼシカグに装備できる鞭の装備品の中でもね、最も攻撃力が強い装備品となっております。さらにですね、攻撃力が上がっただけではなく、さらにそこに、プラス、グループ攻撃じゃなくて全体攻撃がねできるようになるという、とても序盤の方では強いね武器を手に入れました。でもあとね4つ交換したいのがあります。残り20万ありますので、このねはぐれメタルの鎧、5万なので、これを全員にね4つずつ、交換して装備させたいと思います。はい、ヤンガスに装備と。はいはいはい、どんどん行きましょう。はぐれメタルの鎧と、はい、ウサギに装備と。まあこれで装備もねかなり強力になってきたんじゃないでしょうかね。なかなか上がりますからね、この状況でも。とりあえずこれを買って今後のね戦いに備えたいと思います。よし、で最後にクッククールに装備しましょうと。 OK、 はい、ありがとうございます。一応ね、さらに、レベルもそこそこ上げておきました。強さ。ヤンガスレベル40、ウサギレベル40、ゼシカレベル39、ククール40。スキルポイントもね、100ポイント溜まってます、結構ね。ヤンガスに至っては、オノスキルと人情スキルがね、100ずつ上がりましたので、100ずつ上がるじゃないや。100溜まりましたので、ね、この、新しい技とかいっぱい覚えましたので、それの方も移していきたいなと思います。さてさて、今回もね、それじゃあ本編の方を進めていきたいと思いますので、やっていきましょう。まあ、最近ドルマゲスさんご無沙汰ですよね。なんかドルマゲスちゃんはレオパルドさんですね。レオパルドさん、レオパルドさんがご無沙汰なんで、そっちの方のねストーリー進めていきたいと思います。ドルマゲスはもうね倒しましたからね。今回目指すのはですね、海賊の洞窟かな。まあ、そういう場所があるんですけども、とりあえずね、海辺の教会が拠点なので、そこから船に乗っていきたいと思います。はい、来ました。船はどこ。あー、あったあったあった。畑あるんですね、これ。これなんやろ、白菜かな。白菜と、なんやろ、ほうれん草あたりちゃう、これは。菜食主義者なんかな、もしかしたら。なことないか。正職員の人はお肉食べないんでしたっけね。食べますかね、ちょっとわからないですね。どこに向かうんやったっけな。あ、近いですね。とりあえずもうそこにありますね。こっちかな。よし、ん、こっちで当てる、ほんまに当てるな。よしよしよし。あ、トヘロスをしときましょうかね。じゃあ、はい、モンスターの気配がなくなりました。今回向かうところはですね、リブルアーチの橋の下にある、リブルアーチの橋やったっけ。まあ橋の下にあるね大きな洞窟なんですけど、リブルアーチじゃなかったかな。もう一つ向こうの橋かな。そうですね、もう一個向こうの橋ですね。ここじゃないですね、ここではないですね。もう一個向こうの大陸の橋の下にあるんですけども、まあ船が入ってねすぐ行ける場所なんですけども、まあ行けるんですけども入れないんですよね、ちょっとストーリー上。橋の下にある洞窟なんですけども、
最後の鍵を手に入れないとそのダンジョンは実は進めなくてですね、最後の鍵を手に入れて、でそこで鍵を使って入るみたいな感じのダンジョンでして、その鍵が手に入らないとね入れないんで、ちょっとね最初の方を見つけてもいけないんでね、このこれぐらいの時に回してみました。遠いな遠いな。あ、トロデー城が見えてますね。トロデー城がね、こういう風な旅を包むもなかなかいいですね。で、ね、この前に見えます、このね、島。皆さん、見たことないですよね、これ。これも実はね、ストーリーに結構関係してる島なんでね。まあ、ちょっと覚えといてくださいと。さあ、どこや？もうちょっとか。もうちょっと向こうやな。よし。こっちですね。まあ、ドラゴンクエスト8はね、やり込み要素多いんでね、こうやって。広い世界を自分で開拓していくっていうのは当時すごいね流行りましたよね。もう今となってはもうね結構みんなやられてましてね、こういうの全然ね、なんかよく知らないね、ゼロの状態で始めることは難しいですけども、うしょ、こんな狭かったっけな、こんな狭いとこやったっけな、ここら辺やったような気がするんですけどね。まあ今のこのご時世ね、攻略本やら攻略サイトなど結構いろんなの出てますからね、そういうの見ずにね、もしまたドラゴンクエスト8やってない方がおられましたら、ぜひねそういうの見ずにね1から0の状態でやってもらいたいですね。あ、来ましたね、ここです。ここはですね、最初の場所ですね、北の関所、ゼシカの故郷のね、町どこやったっけ、ルーラ、そう、リーザス村へ向かうときに通りました北のね関所の橋の下です。こんなところにね、こうやって物語の後半ぐらいにね行けるダンジョンがあるっていうのは結構熱い展開ですね。さあ来ました。名前はこれで多分記憶されてますね、海賊の洞窟。なかなかかっこいいですよ、ここのダンジョンは。結構ね仕掛けも複雑でね、結構難易度が高いダンジョンとなっております。私もねそこそこ覚えてるんですけども、仕掛けのやり方とかでもね前やったんがだいぶ前なんでね、ちょっとグダグダになるかもしれないんでね、ちょっとそこの方が勘弁してもらいたいなと思いますと。さてさて、こっちですね、こっちの鉄格子の扉が、実は鍵がかかってるところです。はい、790ゴールド、よし、これで OK です。さあ開けたと同時にイベントです。さあ来ました、かっこいい。お、もう何も怖くないのポーズですね、これは相変わらずクールですね。サブないんかな、ゲルダは。どこかで見た顔だと思ったら、ヴィーナスの涙をプレゼントしてくれた親切なご一行じゃないか。それにしても随分珍しいところで再会したもんだね。てめえはゲルだ、一体どうしてここに。何でも噂によると、ここにはあの大海賊キャプテンクロー出ましたね。ドラゴンクエストモンスターズでもおなじみのね、ジョーカーでもおなじみのキャプテンクローが、初登場するのがこのドラゴンクエスト8でございます。キャプテンクローのお宝が眠ってるって話じゃないか。はいはい、私はお宝って言葉に目がなくてね、こうしてわざわざ船を仕立ててやってきたってわけさ。見たところあんたたちも目的は同じみたいだね。ふん、面白いじゃないか。それじゃあ海賊のお宝を手に入れるのは早い者勝ちってことだね。そうと決まったらのんびりはしてられない、私は一足先に行かせてもらうよ。クールですね、相変わらず。おい待てよ、勝手なことばかり言いやがって。それにここには魔物も出るんだろう。お前一人でお宝がある場所までたどり着けるもんかよ。見くびってくれるじゃない。私の忍び足の実力はあんたも知ってるだろう。魔物どももなんかに見つかるようなヘマはしないさ。動きの鈍いあんたとは違ってね。まあゲルダはね、少年ヤンガスシリーズでもね、難なくねダンジョンの最下層にね一人で来る実力の持ち主なんでね、なかなかのね実力者なんでしょうね多分。
でね、あと小ネタなんですけども、この船、よいしょ、これゲルダの船なんですけどね、どこやったっけな、よいしょ、どっかにね、なんかね、この船の名前があるんですよね。そうそうそう、何しろ名前からして麗しの貴婦人号って言うんだ。クー、生かしてるぜってね、なかなかのね、趣味ですよね。麗しの貴婦人号ね。誰が麗しの貴婦人かね、ちょっとね、個人的に教えてもらいたいところですけども、まあ強いて言うならヤンガスのこの船はね、やっぱあれですね、クールだぜヤンガス号ですね。うん、まあ麗しの貴婦人号よりはね、ネーミングセンスいいんじゃないでしょうか。まあそんなこと置いときましょう。まあ、海賊の洞窟あってこうやってね、なんか海賊旗結構ありますね。なんで海賊旗はね、ドクロのマークなんかね、ちょっと気になるところですよね。昔ワンピースかなんかでね、説明してたような気がするんやけど、なんで海賊旗ってドクロなんでしょうね、これ。じゃあまずは、まあ、ダンジョンの基本中の基本、地図をね、どこかでゲットしないとダメなんですけども、何しろね、これやったんがほんとね、中学校、高校入る前ですからね、最後にやったのは。ちょっとね、結構探索しますよ、今回は。ここのダンジョンは思ったよりね、広いんで、ちょっと侮れないですからね。お、いきなりゲットしました。海賊の洞窟の地図。これかっこいいですね。いいですね、なんか。レッドクリフっぽいですね。まあ、ここはあれでしょうね。なんか、疲れた海賊たちが、まあ、みんなで寝てたとこでしょう。地図見ていきましょうかね。このダンジョンはどんどん下に向かうダンジョンでして、最下層にあるね、仕掛けを解いて、そのキャプテンクローのお宝をゲットするっていう、まあ、そういうダンジョンなんですけども、一応ね、ちょっとお宝もね、欲しいんで、結構探索しまーす。お、壺がありますね。よいしょ。小さなメダル。ここは多分あれですね、悪い奴らを監禁してね、捕まえて拷問するところでしょうね。さすが天下の海賊ですよ、恐ろしい。で、横穴はこれだけで、正規のルート進んでいきましょう。ここほんま通れたんでしょうね、当時は。今はこうやってなんか落盤で通れないようになってますけども、よっしょ。お、生かす扉やん。ここが多分船長の部屋ですよね。船長室ですね。いいですね。結構おしゃれですね。どうやらここはキャプテンクローの、一室部屋だったようだね。この部屋はどうにも匂うよ。私の勘がここには何かあるって告げてるんだ。さあ、あんたたちもボケット突っ立ってないで、この部屋の秘密を探しておくれよ。まあ、仕掛け扉があるんですよね、ここのダンジョン。まあ皆さん、わかりますか？この部屋。結構怪しいとこありますよね。まあ一気に答え言っちゃいますと、実はここがね、隠し扉になってるんですよね。はい、回転しましょう。回転しやがれ！すると、開きます。エバラのごまだれですね。かぶってるよ。やっぱりこの部屋には隠し扉があったんだね。気づけよゲルダ、それぐらい私の勘の正しさが証明されたよ。さて、それじゃあ競争の再開だ。あんたなんかには負けやしないよ。まあいつもなんかクールですよね。ツンデレっていう言葉がよく聞くけど、ゲルダはツンデレじゃなくてツンツンですね。ツンツン絶対出れないですよね。ほぼ出れないですね。昔はね、いい子だったんですよ、ゲルダーもね。少年ヤンガスと不思議のダンジョンの時のね、ゲルダーは。もうね、結構ね、可愛くて、素直な子でしたよ。まあ、それが今となっちゃ、このね、ひねくれちゃって、ツンツンになっちゃってね、もうツン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 ですよね。よし、こういう樽も壊していこう。OK。こっちは行き止まりですね。こういうね、なんか、行き止まりが多いんですよね、このダンジョンは。入り組んでるんですよ、8のダンジョンの中でも特にね。だから地図を手に入れないと、ちょっとここはきついダンジョンです。トヘラスをしておきましょう。
こっちかな？こっちから来ましたから、こっちですね。まあ、一つずつね、こういう扉とかをちゃんと見てって、探索するのがやっぱ一番だと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。岩塩。岩塩はチーズのね、あれでしか使えないんで、そんなにいいアイテムじゃないですね。よいしょ。ここは？階段ですね。とりあえずこっちを後回しにしまして、先にね、もうちょっと奥の方行きたいと思います。アコの仕掛けが結構重要やった気がするんですけどね。よいしょ。積極的に今回探索しよう。お、お宝。おいし。何かな？お、ボーンシールド。これは、あれですね、呪われるアイテムですね。気をつけてくださいね。サタンヘルム。これも呪われますね。見ましょうか、一応。袋。はい、なんともね。あ、ボーンシールドは多分呪われないですね。すいません、間違えました。この兜、危険な香りを漂わせる怪しげな兜。これはですね、なかなか呪われますね。いい感じに呪われます。まあ、呪われた装備は、装備したら防御力が下がったりとか、防御力下がらへんな。攻撃力が1になったり、あと、行動不能になるターンが増えたりとか、まあ、そういうのがありまして、さらに装備したらね、教会に行ってね、除霊してもらうまで外せないんでね、ちょっと危険な香りのする装備はね、皆さん、あまり装備しないでください。ね。聖者の灰とかいう錬金アイテムを使いますと、別のね、装備に錬金することもできるんで、そういう呪われたアイテムを手に入れたらね、ぜひとも聖者の灰で錬金して、さらに強力な防具にしてください。おっと、来るとこ間違えたかな？さっきあっちでしたね。合ってましたね、さっき向こうの方で。まあこれ結構仕掛け、結構豪華なんですよね、これ。マヤンガスが行こうとするとこの水がありまして、行けないんですよ、こうやって。この水をどうにか抜いて下の階の扉を開けなければならないという仕掛けが、このキャプテンクローのね、海賊の洞窟の中でもね、まあ、メインとなる謎解きですからね。まあ、とりあえず、先のところ戻りましょう。よいしょ。結構遠いですね。よう見たらね、このダンジョンは明かりが少ないですよね。こういう松明とかところどころチラチラとあるんですけども、まあ全体的な壁にはね、全然明かりがないですよね。海賊たちは、よう、それで、なんか、見えましたよね、よう、こういうの。なんで、見えるんでしょうか。よいしょ。トヘロスと、間違えました。間違えました。